これはどこか異国の小さな恋のお話です。あるところに小さな王国を取り囲む闇深い森がありました。昼でも薄暗い闇の広がるその森は魔女が支配し、人食いの化け物が徘徊する恐ろしい森でした。森の闇は奥深くへ行くほどに濃さを増し、そんな恐ろしい森ですが、月夜の晩にはとても美しい歌声の主は狼を思わせる姿の化け物。彼女は自らの美しい歌声を誇らしげに毎夜この小高い岩の上で月に向かって歌うのでした。そんな狼の歌に変わり者の客が一人、森に囲まれた小さな王国に住む狼の美しい歌声に誘われて、いつの頃からか王子はめったに人の寄りつかぬ。狼の歌が終わると王子はパチパチと拍手を送ります。歌声の主の姿は小高い岩の上に隠れて見えません。でもそんな姿も名前もわからない歌声の主への王子の興味は膨らんでいくばかりでした。歌い終わった狼はちらりと人間の王子を一瞥します。狼は人食いの化け物です。だから初めて王子が歌を聴きに来た時には、バカな獲物だ、歌い終わったら食べてしまう。でも王子から無邪気な拍手を送られ、今まで歌を褒められたことのない狼は最初は戸惑いましたが、そのうちに悪くない気持ちになり、なんだか食べる気がなくなってしまったのでした。そんな夜を何度か繰り返した狼は、今では王子の拍手を楽しみに歌を歌うようになっていました。だけど狼は考えます。私の正体が化け物だって知られたら、人間の王子は怖がってもう歌を聴きに来てくれなくなるかもしれない。この日も歌い終えた狼は王子の拍手を聞きながら森の陰へと逃げるように姿を隠すのでした。そんな夜が何度か繰り返され、季節が変わる頃、今夜も狼は月に向かって自慢の歌を歌います。それは狼にとっていつもと変わらない静かな夜です。ですが王子にとっては特別な夜でした。王子はこの日小さな決意を抱いて森に入ります。その決意とは、歌声の主に会うこと。歌声の主に会ってもっと仲良くなりたい、そんな気持ちを胸に王子は小高い岩を登ります。歌っていた狼はその異変に気づくことができませんでした。ようやく気がついたのは歌い終えた時。どうしたんだろうと足元を見てみると、すぐそばまで王子がやってきているではありませんか。
姿を見られたら嫌われちゃう。狼は突然のことに大慌て。見られちゃいけない。そんな気持ちで、その手についた爪が王子の目を引き裂くことになるとは思いもしませんでした。突然襲いかかってきた衝撃に、王子は岩から足を滑らせてしまいます。この高さから人間が落ちたら、狼は慌てて、その時王子の腕に伝わったのはゾワゾワとおぞましい毛の感触。何もわからぬまま目を傷つけられた上に、得体の知れない恐ろしいものに腕をつかまれた王子の恐怖は一体どれほどのものだったでしょうか。王子は狼の手から逃れようと必死で暴れます。悲鳴を上げながらジタバタと。その悲鳴を聞いた狼は王子を怖がらせていることに動揺し、思わずするりと王子の腕を離してしまいます。どさ、王子は岩の下へと落ちてしまいますが、幸いなことに茂みの上に落ち、大きな怪我はないようです。その時、王国の兵士が現れ、王子のもとへ駆け寄ります。王子の悲鳴を聞いて、近くを見回っていた兵士が様子を見に来たのです。岩の上に王子を傷つけた化け物がいるに違いないと、兵士は慌てて矢を放ちます。狼は王子のことが気がかりでしたが、矢の雨に追われては森の中へ逃げ込むしかありませんでした。深い傷を負った王子は少しずつ意識を失っていきます。その目と腕に忘れられない恐怖の記憶を深く深く刻みつけながら。あれから何度かの夜が過ぎて、化け物に顔を引き裂かれ光を失った王子は、王族として二度と人前には出せないと両親から失望され、お城の塔に幽閉されてしまう。王子のことが気になっていた狼はお城の兵士の立ち話を聞き、王子が幽閉されていることを知ります。なんてひどい話なのと。とある一室にたどり着いた狼が目にしたのは、冷たい牢屋に横たわる王子の痛々しい姿。誰かが入ってくる気配を感じ、王子は顔を上げます。その顔にはまるで汚いものを隠すように大きな布が。王子、狼は思わず声を漏らします。その声は森で歌っていた人。声だけでわかるんだと狼
ちゃって。でも君は大丈夫だったんだね。王子は安心したように少し微笑みます。そんな王子の姿を見て、会いに来てくれてありがとう。でもどうやって。王子の素朴な疑問に狼は答えに困りますが、私は隣国の姫なの。王子のお見舞いがしたいって言ったら通してくれたわ。狼は王子の目が見えないのをいいことに、とっさに嘘をつきました。それより王子がこんなところに閉じ込められるなんておかしいわ。でも僕、化け物に顔をぐちゃぐちゃにされちゃって、目も見えなくなったし、二度と人前に出ちゃダメだって。だからもう外には出られないと思う。だったらその目、森の魔女に直してもらおうよ。思わぬ提案に王子はキョトンとします。森の魔女？絵本に出てくるあの森の魔女？絵本？それはよくわかんないけど、森の魔女は何でも願いを叶えてくれる。魔女は森の奥深くに住んでるんだけど、私が連れて行ってあげる。狼はいいことを思いついたとウキウキした様子です。こんな僕を森の奥まで連れて行くのは大変だよ。それに僕の目を潰した化け物のおぞましい手の感触がずっと腕に残ってるんだ。王子は言葉に詰まり、その肩は小刻みに王子の言葉に狼は目線を。王子をここから連れて行きたいけど、狼は強く、王子、やっぱり私が連れて行くわ。一晩中森を駆け抜け、狼がその夜、突然の来訪者に森の魔女は寝元。私を人間にしてここまで連れてきた。人食い狼が人間にだって。今にも噛みつきそうな狼を制す。その代わり分かっているね。なんて美しいんだろう。どれ一つとして同じ輝き。魔女は願いを叶える代償として美しさの隠し味は、お前のはどんな輝きを見せてくれる。私の歌声で。王子が褒めてくれた自慢の歌声。わかった。いい覚悟だね。プライドの高いお前から願いのお望みの姿に変えてやろう。お姫様みたいにして。これはこれは。だけどいいのかい。考えてなかったのかい。狼の体と、あんたの歌声は確かに受け取る。まだ狼の姿のままみたいで、用が済んだ。そうそう、好き。わかったわ。もうすぐ人間になって。魔女の館を出て一夜が過ぎ、王子はもう目の前です。王子、大丈夫だよ。まずは王子を
檻から出す。その…こうして王子の目を治すため、
森を歩く姫と王子は何やら楽しそうに話をしています。いろんな花のことが書いて、ガサガサ、もうほんのすでも王子にとってなんとかしないとすがる思いで、これはありがとう、何かお礼がし、こんなに喜んでも。